こんにちは、マリオです。やっていきましょう、デッドフォール。嘘やろはははははは。長さが3本2本3本。待て、これが何、長さが5なのか、これは4か3か、長さ3か、3だとするってとギリギリですね。なるほど。どうする、ひん曲がってるのはフック役なんじゃろうな。フックとして使う、どういうこと。これを持ってって、持ってってもう一個をして、で、オーマイガー、救えないの、もうこの時点で。オーマイ、フックっていうのはこうして、なんで持ち上がるんだい。こうして、で、あれをもっと、あれをもっと民意をしてあげるみたいなことかなと思ったんです。だけど S 字がこんな食い込み方したんだら、 S 字を戻せば戻せないもんだって。あ、 S 字は下のこのパイプが今超絶邪魔なんだけど、下のこのパイプが超邪魔なんだけど、これがなかったら立ち上がるんだから、いくらでも復帰できるんじゃな。ちゅう感じで、これ一回下に押しちゃえば、あ、全員やるのかな、全パイプ反りやるのかな。S 字をどこで、S 字をでも全パイプ反りやるんだとすると、S 字は一番左端で曲がるべきかな。それ以外ないよな。S 字が一番右だと S 字が落ちるからないでしょ。で、 S 字が右から2番目だとすると、不可能ではないな。 S 字2番目は不可能ではない。 S 字3段目にするとなると、今の方法でパイプを2本送り出さねばならぬ。パイプを送り出すのめっちゃむずくない？1本はでも絶対やんないといけない。1本は絶対に右端までたどらせないといけないのよ。ここまでは間違ってないと思う。問題はこの子の操作、残りのこのパイプが邪魔すぎるだろう。かといって一気に送ってやれるような作業でもなかろう。パイプで押すのがまずいんだろうな。これで押してやるとこうなって、で、あれを下に押せるので、こうして、こうして、これを使ってスライドして、 S 字を上げて、この棒が邪魔なんだけど、第二陣でもう行ってもいい、行っちゃ行ってもいい、邪魔だよね、邪魔なんだよね。これ下に送っちゃったら次に邪魔なんだよな。下に送るのではないのか。この S 字からの脱出、
あ、これでまた上に立ってる。そしたらこれが下に来て、あの子をもっとプッシュできましょうか。できんな、できるな。これと同じメカニズムで、より上の、より上のものを押して下に下げ、うーん、上の一本が今邪魔。じゃなくても不可能か。これでいくとこうなるもんな。待て待て、これで良かったのではなかったっけ。自分で言っといて、いける。ちょっと難しい方向に脳みそを使ってしまいましたが、これでいいんです、これでいいんです。同じことを何回も繰り返そうと思ってた。危ない、ハマるとこだった。 OK、 NEXT。 だいぶ夜になってきましたね。この子一日でやってんのじゃ。ギャップリッジ出た。どうする、これを左端まで運べだよね。だゲーム性変わってるよね、もう。穴が出たせいでよ、穴を、要は余ったパイプでやってくれってことですよ。12345マス、12345、よかろう、どうよかろう、いけるでしょ。本当かよ。この子が邪魔なんだよな。この子邪魔だな。この子邪魔だな。先にこれを落としに行く。この子が落ちるとこうなります。で、この子をやろうとすると、立てて、ははは、こういう絡み方しちゃダメなんだよな。立てて端まで行って、しかも最後横にしないといけないってこと。
なんか理想的なところに落ちた。いいね。ほんでよ。これもどっちかというとこっち向きのものを持っていってあげたいよな。邪魔だな。これも動かせるようにはなっとるんだが、押すしかないんですよ。戻ってこないから妨害になるんで、やっぱ動かせないかな。左から右を双方があればいいんですけどね。2マス分とかないから、これがこのまま押せないんじゃよな。うまいこと回転でやれないのか。この向きだと回転すらできない。これをこう持ってきて、こう、これが、あっち。この向きを、こう持ってって、S 字が逆だったらよかった。S 字が逆だったらこのまま左にビービービーって持ってって、道を一本作らんといかん。一本道を作ってあげないといけない。から、でしかもこの長い棒があるせいで上にマスか下にマスから。走り出せるように道を作ってあげないといけなくて、かつ2マスと3マスがお互いに一番奥まで一本道が作れるようなルート、3が下2マスのどっちか、上と下はもう反転だからどっちか片方で考えればいいや。下の2マスで道がスタートして、この形で落とすを先にやった方が硬いような気がする。2マスをこの形で落とす、こうで、そこに3をうまくやる。あー無理か。あれさっき3をどうやってそこに入れたんだ。端っこで回し入れるみたいなことやったんだよな。それをやるにはな、3、そうか、高さ3あるんだもんな、これ。高さ3あるんだもんな、君は。ロールして落とす。2の落とし方が今のは簡単すぎたような気もするよね。2がこうで、ここでこうなれると嬉しいかという実験。
うん、ゴールの形にはなりそうもないが、下から下から上に押して落ちても上に落ちるんだもんなって。こっちから左に押した時に左に転がって3の形ができる。2と3逆かな、2と3逆かな。ここはあれだな、やっぱ ゴールイメージができねえ系の辛いステージだね。上の方が楽なんかな。あ、関係ないか、ゴールの水道は別にどっから行ってもいいと思うんだよな。ゴールのパターンが多い。このパズルの初期配置が2を先に置くと楽だよっていう初期配置してるから、じゃあ3置くのが正しい答えなんだろうなっていう裏読みができる。3を先に置いて、でしかも3もこの形のままだと結構簡単に置けるんで、3簡単に置けたっけ。こっちサイドが下に来ないとダメでしょ。だから一旦でんぐりでんぐりですよ3は。下まで引きずれない、上の方が楽だ。これ今行くんだったらね、今行くんだったら3を駒上に引いて、ここで転がすで落とすと楽。S 字の左端で L 字が横向いてる状態なんでしょ。それを右からプッてこう押して落ちてればいい。あそこで L 字が立ってる状態っていうのが想像できんだ。あ、立ってるじゃない、横向きか、横向きか、もしくは立ち上がってる状態。あそこで横向いてるってことはよ、だって
回すようなスペースはないんだよな。これで S が、この S がこのまま上に倒れてしまってそれを持っていけたらいいよな。それをするには足場が足りないよな。ついてる方、これを上で、この形のままあそこまで持っていけていると、グッても、グッて持ってきてポッて押すと、いやそれ倒れるだけだよな。ここに倒れるだけでやっぱ5にはならん。うわむず、ここなんや、なんやこのむず。倒れるもんな、ここで、ここで倒れないっていう方法がないんだもんな。下で作るってなるんだけど、 L 字があってこの S 字を下に持っていく、違うんです。これだと押せない。うわー、待てよ、ゴールの状況を考え、やっぱ考えよう。
2つのパイプが、S 字が手前に落ちたとして、ここの2マスから片方がスタートしますと。でそうなると S が伸びて道があっちにできますと、ここにできますと、こういう形で S ができた時に、そこの先でこれが2マス分行くためにはどういう形になっているといいかっていうと、 S の先端でこうなっていて、していけばそのままスライドするから不可能でもないのかなと思ったんだけど、最初に2を L 字の左に押し込むっていうところができないでしょう。できないでしょう。 L 字が L の下に出てるのが左側にあったら、その向きで入れることは可能か。その向きで入れることは可能だ、可能っぽいのかな。 S 字があって逆 L 字があってそれを押し出すっていう形、 S 字が先に入っていて、その先端に逆 L 字、あー違うな、立ち上がっちゃうのか。ダメか。ここにこういう形であるとよくて、それはここでこういう形であるとよくて、それはこの主人公が立ち上がってしまうから、立ち上がったものを直す方法がないんだろう。じゃあ L 字じゃないんだよな。 L 字ではないだろう。 S の先端で L 字っていう方法が辛いのか。じゃあ S を L 字の先端から持っていく方法、 L 字があって S は高さが下がるから、この棒に対して縦向きでまずはめに行く必要があって、ここでこう立ってて下から押すことでここにこう横になるでしょ。でこの L 字がこの辺にあった時に、こうやって作った S 字がこの棒で左に左に押されていって、 S 字がL 字の先端からついではまるような形になるってことは、
L 字がこうか、こうこうなってて、こうはまればいける。 L 字がここか、こう、ここで上に倒して1個押して、あとは棒で押す。 L 字が先、 L 字が先で、ここでこう S を倒すってことは上ではできなくて、ここで作る。 L 字が先に落ちる、その後 S 字を持っていく。 S 字をじゃ先にその形にしておきたいので、右サイドが上に向かって立ってる状態、もう一個下できる。 S 字はこの形で準備できた。で L 字をこれでもいけますっけ、これでもいけるか。こうしてこう持ってきて、こうしてこうして、これで押して、何してる、これで押して、ごわーくそー下まで押してはいけないか。あと人では押せないでしょ、棒で押すでしょ、棒で押すってことは、ってことは L 字の向きはこの上に来てるべきであって、うつ、 L 字の向きはこの形で落とす。これで押すのうまくいかないんだよな。スライドしたい。こうして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 こう。ない。落ちる。この川深い。どうしよう。一個ずつ上で作るの？もう一個ずつ上でこの形を作れるのか ？L 字をもう一つ上で落とす。違うよね。L 字をこれ以上上で落とすと、L 字が100。うん、あれ違うな、じゃあ違うな、
これがそのままここで平行移動できるな。ここに絶対足場がないといけないのか。そうだよね。そうなのか。途中に曲がり角があってもそっか押せないか。ひらめかないとここまで詰まるのか。このエリアに作るってことはここにっていうのがないんだよね。もうこ下からのアクセスだったらこういう形をもう出だしで作っとかないとダメなんだよな。全部一個ずつ上に上がって、ここに作る、ここにこうだよね。こうってことだよね。 L 字をこうやって置ける、L 字をこうやって置くことは不可能じゃん。 S 字だったらここにさっきのように立てておいて一回転がすとこうでしょ。それを一個押すとこう。ダメか。あれ？ダメなのかな？今のなんかダメなのかな？ダメなんだよな。どっかでリカバリできるようなポイントない？ここだけなんだよな、唯一。でもこれがちょうど枠外なんですよね。こういうポイントが1個 あればそこでまたこれを押し直すっていうリカバリが可能なのよな。でもこの足場がなかったらこの3が押せなかったんだよね。ダメでした、ダメでしたね。どうしましょうね。35分38分、やってんな。全ての過程が崩れてしまった。今の形を上下ミラーしたものがこの上で作ることができるか。狭いんだよな。もう一個下に行けないか。ここで、あ、でもここで L 落とすと S が倒れちゃう。 S が倒れないように、 S が倒れないようにすると L が上に行く。本当に S 先にやってダメだよね。これうまくはまるんだよな。
作るとここがない、ここに物を持ってくる方法が L 字じゃダメでしょう。L 字じゃダメでしょう。こうはめるにはもうこう、ここをはめるのがこんなの無理でしょ。これが妨害するから S がなると S なんです、高さ3なんだからこんなところにはまるのは無理でしょ。下じゃねえ。でも上のじゃあここな、ここならいいんですよね。ここまで下げれてここは3入るんですよ。じゃあ S 字がブーッと入って上で S 字先行、上で S 字先行でそのまま L をスライドさせれば、上で S 字先行、こう入れたらまずいのか。こう入れるとこれの道が1個消えるからないのか。上、いやでもこれ同じだよね。こっちで入れてもダメなんだから、ここが必要なんだから、ここに、ここが基準でこう行く、それを作ろうとするとここでそれができてなくてはいけなくて、ってことは無理だね。これを倒すにはここから上から下に向いてこういう形にしないといけないし、単純なスライドはこれが邪魔してるから、これを取り出す方法 ないだろう。ない。考えてなかったけど、これを右にスライドする方法っていうのはないと思ってる。本当か？あるじゃん。さっきの L をここに沿わせるっていうので、ここで4マスできれば、あ、ん？持っていけるじゃんね。それができれば別に残りはどういう風にやったっていいわけでしょ。 L 字のこの2でここに4ができれば8からすくい上げることはできる。 L 字のでここに L 字の2はここまで埋めならないから入らないでしょ。上でここの辺に2を作ればここでもここでもいい。 L の2が作れればこの子を引っ張り上げることができて、その後は好きにできる。そっちなんじゃないか。完全にもしそれだとしたら完全に考えてないパターンの解放になるな。これがどかせるをなぜ考えなかったか反省してください。さて、S をそのまま引っ張っていけばいいじゃんね。こうしてちょうどはまりますか。逆 S をちょうど邪魔ですか、これこれちょうど邪魔ですか。やめてください。違うよね。こういう詰め方をしちゃいけないよな。そこ噛み合わないといけないんだ。
ずあそこにはまるんだな。これを、うん、しかしお互いに一歩も譲れない状況、高さが足りない。抜けられんね、うまく抜けられんね。それやったら終わり。ただそれをやれる限界の高さだと、今度はこの L 字は下に行ったら終わり、端についたら終わり、端についたら終わりの世界で、だから見た目よりも1マスずつ幅が狭いんだよね、このゲームって。あー、うまくはまるね。変わればクリアなのに、入れ替わるとクリアなのに、こうしてこうして、入れてないな。無理じゃない？こっち側で立たせてそれを持ってってあげないとダメなんだけど、これ立ったら終わるもんな。内側を立たせてうまく通すができない以上、お互いにうまくいかねえんだよな。かといって L 字を落とす前にこれを準備して、上で、これ L 字がいてもこの子うまく上で S 字にならないんだよな。この方法でもダメ。あと何があるのよ。あと何の方法がある？
字の向きを逆にする、わからん、何をやって正解に導かれるかがわからん。ステージはマジで長引く。50分ですって。ノーカットでいくよ。パズルゲームの実況ってカットしたらどうなのだっていう感じが、まあでもな、俺が見てる実況でもカットしてるからな。あれ、いや、これゴールがいけん。ゴール前で落ちる。逆なんですよね、この S 字が。本当はこの向きなんだよね。でもそれは作れないっていうのは分かったから、さっきやったな。詰まるんやな。これこれをあえてこっちに、意味ある？意味ないない。したくない。S を先に置くやつやる。やれる？あれ、それがやれないんじゃなかったっけ。この形を上で作るのが無理なんだって。こうならないといけないの。こうなるか、ここにこうやって立ってないといけないんだけど、こうやって立ってるものは上から押せないんだから、これでスライドするしかないじゃん。これでスライドかけるとこうなるから、ここが開くからダメなんだって。最低でもここで押す必要があって、それは作れないんだって。だから S 先行は無理なのよ。 S 先行、下で S 先行だと、ここでしょ、ここが、ここ問題が出るんでしょ。ここに何も埋まらないですよね、問題。解けないな。ここなんか見落としている。単純に今までの中で答えられるパターンがある？ない？あって、俺の操作が間違ってるだけだったのか、まだ違う解法があるのか。S 先行。下のこのマスを使わない。でもここを使うとここがはまらない。ここをはめずにこれが上に押し出せるようなポイントを作るな。こっち側でこうやって作るっていうのがある。それと S 先行の話になるじゃんね。 S 先行でここなしで S ってなると、こうして L をこう持っていって、ここで押せないだろう。ここから S を作ってあげたところで、この高さでこう来るわけだから、それを下に回って
つくんだったら L をここに作んないといけないでしょ。でも S がこう来て L がここにいるっていう状況は作れないだろう。 ないのよ、ないのよ。ないのよ。ゴールのパイプがこれっていうのが間違い。そんなわけないだろう。曲げて繋がんないって。延長して一本にせないといけないパイプ。パイプの繋ぎ方なんて4通りしかない。そうでもない。左に L で右に S。出したらめちゃくちゃパターンあったわ。それぞれのパターンで可能なやつだけマジで書き出すか。列に並べて組み合わすパターンが L が4方向のローテーションと S が2方向のローテーションでしょ。だから左右をさらに入れ替えると2の4の2で16パターンある。16パターンあるけど、しかもこれをこの高さでスライドさせるか、途中で L 字の余りを使って引き寄せたり回転させたり押し込んだりするっていう方法まで考えて、かつスタートがこの2かこの2かで可能な形を書き出した上で全部検討すればできるんだけど、でもそれをやらないともう解けないレベルになってるのかな、俺の脳みそだったら。もう1時間考えて解けないものは適当に手を動かして解けるレベルを超えたな。やる洗い出しさん。時点で解けないでしょ。解けないね。
これね、この S 字が作れないじゃんってずっと言ってたやつですよね。作れたっていうのが結論です。 S 字を今まではこの立った S 字をこの L がなかったんで、立ててた S 字がここから上に持っていくと必ず倒れるんですよ。これがこれ以上上に持っていけなくて、これでこう蓋するとなるけど、これの5が救えなくなるから、これがこうならない以上、あ、じゃない、こうならずに立ったままじゃないと、これを上までスライドした後に上でここからこう押すことでこう押す、ここに S を作る、ここに S を作ってそれをスライドすればいけるよねっていうのはずっと頭の中にあったんだけど、それができないなと思ってたんですが、何のこともなく L 字で蓋をするというのがだけですね。 L 字で蓋をしてあげればこれが倒れないから、ここまで持ってけて、ここまで持ってけたということはこれ以上押しても大丈夫で、 L 字が救えないからこうするで、こうする、こうする、あとはこうなる。なのでこれを右に引き寄せるっていうのも使うことなくクリアできたんですね。なんてことはないな。やっぱ引っかかってたポイントがあれだな。ここで S がもう作れないじゃんっていうところで僕は1時間悩んでたんですね。ここで S が作れないじゃん。でなぜ気づかなかった。先にもう L を落としてしまってたからだよね。こんな端っこまで持ってきた L を使う方法はないよなって思って持ってきちゃったけど、 L を使わないとこの形にはならない。ハマったね。いやこのゲームで初ハマりか。初ハマり1時間でした。これ難易度はさ、ハードではあるんだけどエキスパートではないのよ。エキスパートってこのイガイガの目玉だね、この今自分の後ろにあるやつ。エキスパートまではいかなかったから、こんなんでこんなんでハマってたらえらいことになりそうですけど、やっと終わりました。お疲れ様でした。